今日はですね、荷物を運ぶときに、よく締められる南京結びってみたいと思います。右手で輪っかを作りまして、下で同じ輪っかを作る。この輪っかに通してひねって、この中へこの長い方のロープを通す形ですね。それでフックにかけて締めます。で、足にかけて、思いっきり体重をかければ、これだけだとありふれていますので、ダブル南京を取りたいと思います。この余った紐の方にまた先ほどと同じように、輪っかを作って、この紐を通してこちらのフックにかけますね。それで締めると先ほどの倍の力が入りますので、荷物の固定にお試しください。簡単な縛り方なんですけどもね、これを知っておくと荷物がずれないし、とても便利です。右手で輪を作ります。左手で同じ輪を作ります。この下の輪に上の輪を入れて巻きますね。くるっと巻くような形ですね。こういう形で入れます。で、下の輪を一回ひねって、この長いロープを下に引きます。これで締め付けて南京縛りですね。で、もっと力を加えたいときに、先ほどと同じように輪を作ってくぐして、このもう一本のロープをこの中にかけて、これで引きます。以上です。